道人身事故ニュース速報です。2023年3月18日14時21分ごろ、阪急宝塚本線の川西の瀬口駅ひばりが丘花屋敷駅で人身事故が発生した模様です。阪急宝塚本線での人身事故は今年1件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。なお現在運転を見合わせており、振り替え輸送を行っています。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。